iPhone 紛失しました。まあ、こんなこともあろうかと2台持ってきてたんで、まあいいんすけど、まあちょっとチェンマイでこう緩み切ったですね、この旅精神、これを改めてまあしっかりやんなきゃいけないなということのまあ表れかなと思うんで、ここからちょっと気を引き締め直して、旅を続けたいと思います。とりあえず目的地はインド、インドに向けてなるべく陸路で行きたいんで、ミャンマーを今日は目指します。バスセンターに到着しました。歩いて4キロぐらい、まあバスも乗れたんですけど、正直もう歩こうと思って歩いてきました。いい運動になったな、朝から。メイソット行きのチケットを無事購入できることになりました。今夜8時20分出発なんで、それまでまあ携帯を探したいと思います。今日の朝飯は、バス停近くの定食屋さんっていうんですかね、こちらの方で食べます。今日の朝食です。エビチャーハン、卵のせ、辛いソースもあります。さっき乗ってた電車の終着駅までとりあえず向かってみて、まあ落とし物がないかっていうのを確認したいと思います。宿でお世話になってた方が今連絡くれて、なんとか探してくれるっていう風に今動いてもらってます。本当にありがたいですね。まあ、自分でも、とりあえず駅に向かって、まあ、iPhone なんとか見つけたいと思います。ようやく終着駅にたどり着きました。さあ果たして iPhone は見つかるのか、これから駅員さんに聞いてみます。こんな感じで今探してもらってます。果たして見つかるのか。なんとか説明して、その自分が乗ってた電車まで案内してくれるそうです。まあ自分で見て確かめれば確かかなと思いますので、聞いてきます。一生懸命探してくれましたし、自分も探したんですけど見当たりませんでした。ミャンマー近くの国境まで行くんですけど、朝の5時ぐらいに着く予定なので、まあ約、10時間ぐらいバスに乗ることになります。まあね、ほとんど寝ると思うんですけど、長時間の移動です。